お前に俺の気持ちが分かるか。すまん。俺はお前の女房じゃないか。もう野球だけじゃダメなんだ。だからって匿名ハンター、オークションの射的に車でブーンか、球場のポリゴンか、一体何かやりたいんだよ。バカバカ、俺はパワポケがしたいんだ。 BS になってパワーアップ、バンバン野球バラエティー、パワプロくんポケット8。パワポケ8の表サクセスを実況していきたいと思います。よろしくお願いします。過去2回、実況の方でオール A の選手を作ってきました。で、いつも初めの、この冒頭の挨拶で彼女候補の方を明言して、進めてたんですけれども、今回は、明言せずに、サクセスの成り行きに任せて、彼女を選んでオール A 作っていきたいなと思います。成り行きに任せるって言いましたけれども、今から狙っていく彼女候補、ランダム要素がとても強いんですね。なので、うまいとこ行った方を、選んでね、今回実況でうまいとこ選手作れればななんて思います。ということで、一人目、みそらちゃんでございます。この子、彼女、本命がこの子ですね。この子を彼女にしてオールへ作りたいなっていうのが、僕としてはあります。で、最初の電話番号を入手する、ランダムイベント3回あるんですけれども、それが早いとこ来てくれなかったら、もう一人の彼女候補ですね。それはまだ言いませんけれども、そっちにシフトしていきたいなと思います。で、D を選んで体力差で上げましょう。はい、筋トレです。で、ミソラちゃんのね、パワポケポイントで、買いますと、このイベントが起きます。確かに恥ずかしいですね。ミソラちゃん20歳ですね。大の大人と言っても過言ではないと思いますけれども。今時怪盗ってのもね、若干引きますね。さあ、いつも実況だとランニングしてますけれども、今回パワポケポイント使ってますので、ちょっとストレッチでね、安全に行こうかなと思います。で、ここからいつも通り、体力回復して、で、残り2周は勉強に費やしたいと思います。ただ、いつもの実況と違うのは、ミソラちゃんを狙っていく、予定ならばセンスマルを、最後手に入れることがあるんですね。なので、センスマルの恩恵を、大きく受けるためにも、経験点を能力に変えれないんですよ。なので、この野球テストも、パワー30、初期値のままで挑んでいきたいと思います。だいぶ厳しいですけどね。さあ、いけるでしょうかね。いけますでしょう。打撃テストは、スタッフのね、配慮がされております。ロックオンされて、されてしまうっていう、とても嬉しい恩恵でございますね。ロックオン設定してないのにね。毎回言ってますけど。さあ、24点が最高点なので、それを狙っていきましょう。コツとしては、毎度言ってますけれどもね。着弾点から1、2球外す感じで当てましょう。浮かせる感じですね。はい、30点。あ、まだか。こんな感じでございます。34点。よし。この、最初の打撃テストでね、成功しておけば、2回目、3回目の打撃テストもだいぶ楽にいくんじゃないでしょうかね。では。これで分かっちゃう人は分かっちゃうよね。二人目の彼女候補ですね。こっちもね、結構ランダムに左右されるところありますんでね。どっちが先にうまいとこ行くのかどうか。見物ですね。あ
と、そうだ、録音環境が変わったのですごく僕の声がおとなしい感じがしますけれども、まあちょっとね、集合住宅に、引っ越ししたということでね、あまりうるさくないようにちょっと声のトーンをね、いつも以上に下げてやっていきたいなと。そこら辺ちょっと聞こえづらいところあるかもしれませんが、ご了承いただければなと思います。さあ、どっちも来てませんね。ふきこちゃんにちょっと電話しましょう。なんでふっきーに電話するかっていうと、1年目の誕生日対策ですね。彼女なしで、誕生日迎えてしまうと、まあ、ゆだくんからね、低確率ですけど、チャンスバスを手に入れてしまうことがあるんですね。なので、それをちょっと回避するために、体力回復をちょっと狙うために、フッキーにちょっとだけアプローチかけておきます。さて、あ、石中さんもいますね。すかさず行きましょう。そのランダムが、まあ電話番号を入手するまでにランダムイベントがあるんですけれども、まあそれまでに石中さんのイベントとかも着実に起こしておいて、いざ電話番号を入手してから、猛攻アプローチをかける時に石中さんがいたらちょっと邪魔なので、まあ、今のうちに終わらせておきましょう。で、これが、その言ってたランダムイベント、1回目ですね。これを3回起こしましょう。3回起きたら、電話番号をゲットです。ただ、みそらちゃん、この3週のイベント後にこのランダムイベントが起きるんですけれども、まあ、起きないこともあるんですね。まあ、ランダムですからね。若干ね、起きない方のウェイトが、高いと思うんですよね。パーセンテージ的に。なので、まあ、8月までに、来てくれたら、まあ、ベストなんですけれどもね。その3回が。なかなか難しいところありますね。さあ、猛勉強しましょう。で、みそらちゃんと、もう一人の彼女候補がいるって言ったんですけれども、そっちの子もね、4月までに来ないと諦めて、4月までに来なかったら諦めましょう。まあもう言っちゃいましょうか。ともこちゃんです。はい。ともこちゃんを、ともこちゃんとみそらをちょっと並行して進めたかったなって思うんですけど、ともこはもうこれで終わりですね。今回はちょっと縁がなかったということで。まあ前に生放送しましたので、そちらをね、まあ今は見れないのか。見れませんけど、また、なんか、動画とかで残すかもしれませんので、その時ね、ともこちゃんとの、まあ、ともこちゃんを彼女にしたオールA選手っていうのは、そこで見ていただけたらな、と思います。さて、ダッシュですね。じゃあ、みそらちゃんに、照準が定まりましたと。で、みそらちゃんは、2年目の誕生日で、面白い本っていうアイテムをゲットするんですね。で、この面白い本っていうのが、勉強、まあ、パワポケ8勉強をして野球知識を上げて能力値に変えるっていうのがあるんですけれども、その勉強を、40% の確率でサボってしまうっていう、まあ、非常に凶悪な、アイテムをゲットしてしまいます。なので、ただそれを回避するためには、その誕生日で、彼女になっておけば、誕生日を迎えるときに彼女になっていれば、大丈夫なんですけれども、まあそれは、その電話番号を入手するそのタイミングで決まってくると思うんですね。だからできるだけみそらちゃんを8月までに起こしたいんですけれども、3回目のねイベントをなかなか起きないよっていうのが、この何でしょう、しどろもどろというか。はい、では世間評価 10% で、試合出場でございます。頑張りましょう。能力値上げてないけどね、大丈夫かな。デッドボール、初球デッドボールです。プロ初出場がデッドボールです。初出場って言いにくい。さあ来い。
ほら、あー、ガイア前進が。うまいね。ほら、あー、パワーがないから。能力値で上げ、あ、経験点で上げておけば多分今の内野超えたな。うん。まあ過去の実況でも言いましたけれども、ここでの試合の活躍は、まあ全然、しなくても大丈夫っていうのを前から言ってますので、あ、弱気になっちゃったね。めんどくさいね。ここありがとうを選びましょう。体力最大値を上げておきます。あ、違うわ。クッキーを。そうでしたね。フッキーこれ無理だな。フッキー諦めようか。頑張ったけどね。誕生日だから、ユタ君と過ごすことにしようか。若干リスクあるけど。さあ、まだ、ミソラちゃんの2回目のイベントが来ましたね。で、先ほど面白い本を入手してしまう、入手してしまうっていうのを回避した方がいいよっていうことを、指南させていただいたんですけれども、今回、実はやりたいのは面白い本を入手してでも、オール A が作れますよっていうことですね。つまり、2年目の誕生日で、彼女になってない状態ですね。だから、この1年目の、電話番号入手の、ランダムイベントに左右されない、ミソラちゃんとの付き合い方を伝授させていただけたらななんて思います。さあ、ハラハラウォッチですね。解体しましょう。さあ、行きましょうか。ダメだ。3回間違えたぞ。とか、3回中2回は、誤爆というのか、なんというのか。まあ、ちょっとここからでは伝わりにくいんだけど、なんか変なところセンサー反応して、ね。まあそういうこともありますよと。決して僕は間違えたっていうわけではないんですけれどもね。で、新井さん兄弟の、突然の襲来を免れて、これはもうどうしようかな。もう勉強しようか。勉強しすぎかな。若干不安になってきたな。しなかさん起きませんか。クッキーいけるかな。ちょっとじゃあ特殊能力が欲しいんだよってことで起きませんか。スペシャルデートイベントが起きてくれたらななんて思ったんだけど、あ、石中さんいますね。これで石中さんの3回目、ロールパンの2回目を終えました。フッキー来ないか。やっぱり来ないね。チャンスバスは入手しませんように。対左バツ、対左バツ。確か消せるんだよね。まあ、消せるかどうかは後で見たいと思います。攻略場の方。回復しようか。若干、あ、まあ、いいや、勉強しようか。ミソラちゃん来てくれ。次の3周目のイベントですね。価値ゼロだなっていうことで、体力差で値の方を上げておきましょう。結構イベント進行早いね。聖夜明けを。回復しようか。若干もったいない感じもするけれど。さあ、2回目の試合でございます。ここは一矢報いたいですね。よし、やったー。打ち上げればね、大体ヒットなんですよ、ボケ8って。よし、この調子で。できればフォアボールで全部済ませたいんですけどね。そしたら1打数1安打になるんで。
よし、ちょっと思惑通りになるかもしれない。あまり安易な球には手を出さないようにしましょうか。1打数1安打にすればね、打率 100% ですから。甘いか。あはは、打率が半分になってしまった。まあでも活躍状態だね。よし、よくやった。 4% 大丈夫。そこでミソラちゃんにね、会っておきたいなっていうのが。あー来ないか。あ、フッキーとはね、さっきの9月の誕生日で、もうプレゼントもらったならもうポイしても大丈夫です。さあ、ランニングは5回を終わらせましょう。あー、フッキーと付き合ったことの弊害だね、これは。ひどい。やる気マイナス2と。96か。回復するか。あ、パービタドリンク使いましょうか。先ほど対左バスを犠牲にして、パービタドリンクをゲットしましたが、これを使っての、ランニング。さあ、ミソラちゃん来い。来た。話しかけましょう。普通ならね、10月なんかで、ミソラちゃん来たところで、皆さんも多分諦める、そっとしておくに、カーソルを向けると思いますけれども、今回は、まあ、誕生日で、2年目の誕生日で、面白い本を入手して、なおかつオール A を作成するというプランでいきたいと思いますので。はい。そうですね。時間もいいところなので、このイベントが終わったら、終了ということで。あ、そうだ、打撃テストだ。あ、そうだった。ロックオン仕様にできなかったぞ。この、打撃テストの前で、一回セーブして、ゲーム自体をリセットしたら、ロックオンの仕様で、打撃テストが受けれるんですよ。今回それをしなかったので、ちょっと、大丈夫かな？大丈夫かな？不安だな。いけるかな？あれ？意外と、ロックオンしない方が、ああ、そんなことないな。不安定だわ。まあ、まだストレートしか投げてこないからね。2年目の、打撃テストでやったら、えらい目に遭いますけどね。できれば最高評価欲しいから、あと2球。おお、2塁だ。ああ、28点だよな、最高評価。もらえなかった。あ、ちゃうわ。よかったよかった。ラッキーです。ギリギリだな、多分。さあ、10月4週です。ここで、パート1終わっておきます。続きはパート2で。それでは。